梅健次郎から1910年8月25日は、日本の法学者、教育者、法学博士、帝国大学法科大学教授、東京帝国大学法科大学長、内閣法制局長官、文部省総務長官等を歴任、法典調査会民法起草委員、商法起草委員、和仏法律学校学館、校長、法制大学初代総理、 君一等髄法奨受賞。松江藩で、藩医、梅香織の次男として生まれた。病弱ながらも、意師強固で議論に強く、12歳にして、藩主の前で、日本外史を講じて、法奨を受け、日朝様の再来と称されるなど、幼少より、非常な秀才ぶりを発揮した。東京外国語学校仏語科を主席で卒業した後、司法商法学校で、フランス法を学び、 入学当初から主席を占め、病気で、卒業試験は、未受験にもかかわらず、平常点だけで、主席卒業。文部省の国費留学生として、フランス留学を命じられ、飛び級で、リヨン大学の博士課程に進学。主席で博士号を取得したが、その博士論文、和解論は、現地でも高く評価され、リヨン氏から、ベルメイユ送費を受け公費で出版された。 1891年には、ドイツ・ベルリンの法律雑誌にもその書評が掲載されている。同論文は、今も、フランスでは、法律百科事典に引用されており、現在もなお、フランス民法の解釈論として通用している。富井正明穂ー信重とと共に、日本の民法典を起草した3人のうちの一人で、富井や穂ズを書くことはあっても、 頭の回転の速い梅がいなければ、決して前後に、矛盾のない、今日の美法典を見ることはなかったであろうとの表もあり、日本民法典の父と言われる。もっとも、梅は拙速主義の立場から、民法の構成には、あまりこだわっていなかったため、偏別には、穂積、富井の考えが、より強い影響力を持っていたと推測されている。特に、三名の基礎委員の中で、 指導的立場に立ったのは、小積であった。一方で、法典調査会での発言回数はトップを記録しており、梅は内容面よりも、むしろ民法典の早期完成に寄与するところが大きかったようである。また、梅は抜群の頭の回転による、速やかな論理操作を得意とする反面、研究不快の強引な論法も目立ち、富井と異なり前後に、矛盾のない統一的、 体系的説明は不得意であったという。それでもなお、伊藤博文は、穂積君富井君と呼ぶ一方で、梅に対しては梅先生と呼び徴用した。空前絶後の立法家先天的な法律家とも称され、日本の法学者の中で唯一、単独で切手になっているなどその功績を高く評価、されている。リオン、ベルリンでの留学から帰国する時には、 帝国大学法科大学教授の職務に専念するため、私学には出向しないつもりであったが、レオン・デリー・モンカで、サッタ・マサクニとゆかりのある、トミー・マサーキやリオン留学時代に世話になった、元の一郎が、横浜港の船内まで出向いて混成したため、和仏法律学校の学館兼務を承諾した。以後20年間にわたり、学館、校長、初代総理として、 法政大学の設立、発展に大きく貢献した。なお、総理と呼ばれたのは、梅のみで、梅以降は、学長、これが2代続いた後からは、総長となる。他にも、商法、韓国の法典基礎に加わったほか、行政面でも、数多くの役職を兼任するなど、多方面で、精力的に活動したが、50歳で急成した。葬儀は、東京のご国寺で、 法政大学僧として取り行われた。梅と、トミー・マサーキ、ホズミ・ノブシゲ・アリストテレス、トマス・アキナスを経た、新自然法論を支持し、フランス法学に神話的な立場であった。梅が学んだフランス法の注釈学派は、自然法論を前提としつつも、自然法が革命の原理たり得ることを否定し、一般意志によって表明された制定法こそ、自然法であり、 法律の解釈は、立法者の意思の探求と、その演疫による、体系化による法典の注釈にあるとしていたが、梅は、深遠な観念論を嫌い、制定法の枠内で、実質的に妥当な解決を速やかに示す実務型の学者であった。穂住信繁は、梅の自然法論について、現行法の規定中に、自然法の根拠を求めているのであるから、 本当の意味での自然法ではないと評している。人為の成分法に根拠を求めるとするならば、それはもはや自然法ではないからである。民法天論層においては、旧民法の内容に強い不満を抱きながらも、穂積、富井と異なり、裁判実務の統一及び、不平等条約改正の便利を重視して断行派に、組みした。梅はその後の民商法天気層においても、 接速主義を取り、民法典の変別にも、ホズミ、トミーとは異なる意見を持っていたが、自説にはさほど執着せず、内容の不備は、後の改正に委ね、法典の起草を何よりも急ぐべきとする立場を維持し、完全主義のトミーとは、対照的な立場であった。ホズミの、放送屋はによると、梅は、鋭敏な頭脳を持ち、法文の起草をするのが非常に迅速で、 起訴委員会では他の委員であるホズミ、トミーの二人の批評を巨神に聞き入れ、自説を改めた。しかし、一度起訴委員会としての案が決まると、法典調査会での議論においては、有権な弁説で反駁、弁解に努め、原案の維持を図った。これに対し、トミーは法文を陳氏十項の上起訴し、起訴委員会の三人の議論では容易に自説を改めなかった。 しかし、法典調査会では反対論を受け入れる姿勢を示した。それぞれ一理あるとの理解を示しつつ、梅健次郎の外弁慶と、富井正明の内弁慶ぶりが対照的であり、梅博士は本当の弁慶であったと解雇されている。なお、梅はしばしばフランス法系の学者の代表のように扱われることがあるがドイツ留学者でもあり、 民法典起草にあたっては、フランス民法典ではなく、ドイツ民法草案を最も重要な範にとったと、明言しているとも指摘されており、また、仏国法典はすでに百年の清掃を経たるもので、あって、かつその不完全の程度は確かに我が法典により、はなはだしいのであるから、これに適合する解釈法は、必ずしも、これを移して、我が民法典の解釈法とすることを得ないとした上で、 当時の日本の司法解釈方法につき、大体によって、ビントシャイド氏、デルンブルヒ氏等の意見と不説を合すると述べていることに注意すべきであると指摘されている。一方で、日本民法がもっぱら、ドイツ民法の模写であるという指標には反対しており、フランス法系の民法にも好意的な立場を示し、例としてスペイン民法典を挙げている。 司法商法学校2期生の入学試験には当初不合格になっており、この時の自席合格、原隆氏が陸活難だとともに学校経営上の紛争に巻き込まれ中退し、欠員が生じたことで転学への戸が開けている。司法商法学校時代、1週間で仏文教科書300ページを完全暗記し、答案にそのまま再現したため、かえって減点されてしまった。 また、民法典に関しても、全条文を完全に暗記していた。リ理ン大学ではあまりに優秀であったため、他の日本人留学生までが、日本人には富居、梅のような法律の神様のような人間がいると、恐れられたというエピソードが伝えられている。食べ物ではとにかくうなぎが大好物で、法政大学の理事会の食事は、うなぎ定食が慣例となり、梅が途寒した時の登寒府では、 うなぎ台の出費が非常に増えた。2歳年上の兄、梅金の城はドイツに留学後、日本人として初めて眼科の講義と診療を行い、東京大学医学部の初代眼科教授となった。森大街のドイツ日記に出てくる梅坊とは、この兄のことを指すと考えられている。妻、金子が小泉役物妻、節の縁石であることから、1903年に、 東大がヤクモを解雇した際、梅はヤクモの相談相手となり、翌1904年9月にヤクモが死去した際には、葬儀委員長も務めている。ありがとうございます。